なんだあれは。安全な場所どころか世界の終わりってやつだぜ。どこかの国の新兵器なのか。見ろ、あれは何なんだ。円盤みたいに見える。あれは敵なのか。戦闘準備よし。うわぁ、攻撃してきやがった。撃て、撃ち落とせ。これを待ってたぜ。こちら本部、円盤は危険だ。攻撃を許可する。助けてくれ。このままではまずいぞ。撃墜したぞ。俺たちの武器でもなんとかやれる。死にたくない。なんて数なんだ。行動パターンを解析しました。この兵器は自律型の戦闘ドローンと思われます。攻撃目標はおそらく人間です。無人の殺戮兵器か。こんな兵器が野放しになってみろ。途方もない被害が出るぞ。全て撃ち落とさねば。テロリストめ、必ず報いを受けさせてやる。戦闘ドローンは条約で禁止されているはずだ。どこの国がこんなものを。いい加減に認めやがれ。エイリアンが攻めてきやがったんだ。冗談を言ってる場合じゃない。はいな。援護するぞ。どうすればいいんだ。こちらハンマーズ、配置につきました。よし、アンチマテリアルライフルならあのドローンを撃墜できるはずだ。戦闘を開始しろ。了解。危ない。マガジンを取った。援護しろ。こちらウィングダイバー、現地に到着。全員 D 兵装です。よし、円盤を攻撃せよ。ドローンを一機でも残せば市民が襲われる。全て破壊しろ。こういうことにしといてやる。こっちだ。ここにいる。攻撃しろ。現在までのところ飛行物体に関する有力な情報は得られていません。各国は関与を否定し続けています。しかし攻撃があまりにも大規模であることから、実行能力を持った勢力は限られてきます。事態解明のために必要なのは可能性を持った勢力への追及、そして強制力を持った調査です。シュートするな。やれ、落ちて。いいぞ。
けどみたいだな。こっちに来てくれ。安心しろ、俺が無事に返してやる。分かった。円盤が出現してる。おい、仕事だぞ。警察班が敵を数が多すぎる。円盤は人間を無差別に攻撃しているようだ。市民が危ない。可能な限り円盤を撃墜しろ。死にたくない。油断し、治療装置を持って射撃準備できる。ただのテロリストにこんな武器が用意できるはずがない。敵は相当な力を持った国家のようだ。左は任せるぞ。俺が援護する。起動したようです。退避した方がいい。情報収集を最優先してください。死ぬなよ。聞いたか、被害が出ても構わないってよ。なんだあの装置は。見ろ、これは大砲じゃないか。待てよ、やばいぞ。奴ら攻撃する気だぞ。待て待て待て、しよう。下がれ下がれ。間違いない、奴らはエイリアンだ。世界大戦どころか宇宙戦争だったのか。各自の判断、飛行船に行こう。民間人、俺たちに任せておけ。マガジンが詰まってる。了解。料理さんはどこだ。もっと近づいてきて。ほら言う。直撃を受けた。かわせ。やったぞ。うまい。敵に近づいた。どうだ。マガジンはどこだ。左を撃て。危ない。俺に任せておけ。戦闘中。射程に入ったら撃ちます。こちら作戦司令本部。敵戦勢力とは何か、どんな勢力か具体的に知りたい。まだ来るぞ。無理。空軍は何をやってんだよ。大丈夫、まだ敵がいるのかよ。敵だ。出ない。俺が援護する。出ない。どうしようせましないぞ。確かに待て、このままではまずいぞ。コンバットフレーム、戦闘を開始せよ。アームズマン、戦闘開始。コンバットフレームの力を見せてやる。数が多すぎる。このままだと全滅だ。ドローンは逃げても追ってくる。生き延びるためには戦うしかないぞ。
おい、この悪夢はいつ覚めるんだ。俺はベッドで目を覚ます。そうだ、無理だ。了解、気を確かに持て。超巨大船が上昇してるぞ。超巨大船は空軍に任せろ。地上部隊はドローンを撃墜しろ。ただ攻撃するな。了解、射程に入り次第攻撃します。上昇した。止めは待たせる。簡単に言うよ。弾丸装填、攻撃は待て。わかってる。人々を守る、それが使命だ。プラン通りするな。ちょ、ウェポンシステム、俺もリリムは民間人を守るのだ。ちょ、ウェポンシステム、準備。装填、弾切れだ。ちょ、敵を攻撃しています。弾が止まらないか。戦うのかよ。弾丸をプレゼントしてやるぜ。敵を全滅させるまで撃ち続けろ。俺に任せてください。おいぞ、気付けて撃て。よっしゃ、敵の射程内に。超巨大船からドローンが発進しました。その数、数千。戦うのかよ。ドローンは数百の単位で編隊を組み移動を開始。市民に深刻な危険が迫っています。くそ、何者か知らないが本気で戦争を始めるつもりか。楽しくなってきたぜ。敵の気配を感じ取れ。了解。ちょっ、軍曹、民間人を連れてその場を離れろ。安全な場所に向かえ。もう